ドイツのソーセージは、うん、本当にうまくて。ビールも美味しかったですか。ビールは、日本のビールってちょっと柔らかいんじゃないですか。それが。嬉しいですね。はい、そしてこれからの予定としては3月にはアジアで初めての南米ペルーやチリで単独コンサートを開催されることになりました。もう本格的に世界に進出されるわけですけれど もうアジアの歌手としては初めてということで、意気込みですとかお気持ちいかがですか。じゃあ代表してジェジュンさん。すごいドキドキしてますけど、いや初めてじゃないですか。仕事じゃなくてもう初めて、あ多分みんな初めてなんです。あ、純粋以外ですね。純粋以外、ブラジル行ったことありますけども、まあ3年で行くのはやっぱ初めてで、個人的でも初めてで、まあそこ、まあ、初めて行くのにこうたくさんのこうファンの方々が待ってるっていうのがもうさらにもうそれが嬉しくて、まあどんぐらい応援してくれるかわかんないんですけど、まあまだ行ったことないから、でもまあ僕たち3人がすごい頑張って、多分まあ情熱的で歌って、まあ、踊ると多分そのぐらい、まあ、皆さんからの熱い応援は戻ってくるんじゃないかなと思うっていう意気込みです。ペルーのラジオ番組で、ラジオ番組内のチャート1位を3ヶ月間ジェルジェルさんがキープしていらっしゃいます。そしてジェジュンさんはですね、スペインのマガジンで世界最高のセクシーな男に選ばれています。もうこれはもう間違いないと思います。その最高のセクシーのジェジュンがJYG のメンバーですよね。セクシーですよ本当に。多分もう次に。本当に世界に向かっている JYJ の皆さん、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。